10分でわかるプロジェクトウィンター、ルール、セオリー、完全解説、これだけ見ればすべてわかる、トレーター編。サバイバーの基本的な流れはサバイバー編をご視聴ください。この動画ではトレーターの基本的な流れを説明いたします。まず、トレーターは最初からこっそり通話できるトランシーバーを持っています。同じ色のトランシーバーを持っている人の間でしかこの会話は聞こえません。左コントロールを押しながら話しましょう。その際にはスペースを離すように気をつけましょう。トランシーバーの種類は2種類あり、青色、黄色の2種類があります。トランシーバーは保管庫に落ちていたり、簡単に基板2個で作れたりするので、傍受されている可能性があります。なので、トランシーバーを使う際には相方の名前は絶対に言わない。基本的には序盤しか使わないということを気をつけましょう。トレーターは強力な武器やアイテムの入ったトレーターボックスを触ることができます。トレーターボックスを開けた時にプシッという爆音が出るので、サバイバーの近くでは開けないようにしましょう。トレーターボックスの中には、ドリンク、ウォッカ、食料、キャンプファイヤー、応急キット、重火器、毒、地雷などが入っています。飲み物系、食べ物系は全てその場で飲み干しましょう。持っていきたいという気持ちがあるかもしれませんが、すぐに飲み干し、他のものを優先しましょう。持っていく重火器の優先順位は、ショットガン、ボルトアクションライフル、アサルトライフル、トランキライザーガン、クロスボウ、毒、クロスボウという順番になります。ショットガンのダメージは100から500でかなり強力な武器です。短射程ですが、右クリックでしっかり絞って当てれば500ダメージ出るのでかなり強力となります。ボルトアクションライフルは長距離で高威力だが一発ごとにリロードが入ります。周囲の確認や待ち伏せに利用できます。アサルトライフルは中距離で連射力に優れます。5発撃つごとにリロードが入るためにリロードのタイミングには注意が必要です。トランキライザーガンは麻酔銃です。麻酔に撃たれた人は一定時間喋れなくなり移動時間が遅くなります。しかしダメージが80とかなり小さいのでその点には気をつけましょう。クロスボウのダメージは125です。威力も連射力も低いですが射撃音が響かず視界外から気づかれずにダメージを与えることができる静音武器です。クラフト台で毒を塗ることができ命中した相手を毒状態にすることができます。クロスボウはかなり弱いのでできる限り持たないようにしましょう。持っていくアイテムの優先順位です。近接武器、重火器、キャンプファイヤー、応急キット、地雷、毒、ウォッカ、薬草、食べ物、ドリンクの順です。接近武器は重火器が弾切れした時、あるいは接近戦になった時に使うので絶対に手放してはいけません。重火器は2つ持っていきたいところですが、大体1つに落ち着きます。欲張らないようにしましょう。キャンプファイヤーはブリザードをしのぐために2つは必要となります。必ず持っておきましょう。応急キットは戦闘中に使うことで戦闘をさらに有利に持っていきます。戦闘中であっても落ち着いて応急キットを使うことが大切となります。基本的にはこの4つ、接近武器、重火器、キャンプファイヤー、応急キット、を持つことになると思います。地雷は第2修理目標や脱出地点、キャビン前に仕掛けることができます。600ダメージあるのでかなり強力です。自分の持っている武器と地雷をうまく組み合わせて相手を殲滅しましょう。毒は第2修理目標や発電施設に直接仕掛けることができます。毒を塗った第2修理目標や発電施設を触った人は毒状態になり、移動速度が遅くなるので、その間に攻撃を仕掛けましょう。ウォッカは体温を150、満腹度を25回復します。その場で飲み干しましょう。アイテムに余裕があれば持って行ってもいいでしょう。薬草はヘルスを200回復します。その場で使いましょう。また薬草はいろんなところに生えているため、無理に持っていく必要はありません。食べ物である調理前のベリーはヘルス50と満腹度75を回復します。その場で食べましょう。ドリンクはトレーターボックス限定アイテムです。ヘルス、体温、満腹度の最大値を上昇させます。つまりここで差を出してサバイバーを倒しましょう。青色のドリンクは7から 9%、赤色のドリンクは12から 16%、黒色のドリンクは10から 20% 回復します。
黒色のドリンクは透過物資から入手することができます。トレーダー限定の透過物資、修理目標の修理に一定時間を要するとマップのどこかに投下されます。銃やキャンプファイヤーキットなど特に有用なものが入っています。目印はトレーダーにしか表示されないので、透過物資が落ちたらすぐに取りに行きましょう。また透過物資ではランダムに選ばれた遠隔妨害を行うことができます。全員追放ではサバイバー全員をキャビンの外に強制的に出すことができます。タイミングを見計らって使いましょう。通信妨害はトランシーバーの通信を妨害することができます。すぐに使いましょう。トレーターはワープできるハッチを触ることができます。対応するワープハッチに一瞬で移動することができます。近づくとどの方向にワープできるのか赤い矢印で表示されるのでよく見ましょう。ワープハッチを使う際には特定の音が出るので、サバイバーの近くでは開けないようにしましょう。トレーター限定のトレータークレジット、トレーターボックスを開けることで2から3ポイントを取得できます。これを消費することによって特定のオブジェクトを破壊することができます。修理済みの目標の破壊、橋を落とすなど特定のエリアのトレーター専用ギミックの起動にも必要です。修理済みの発電機はトレータークレジット6ポイント、修理済みの第2修理目標は4ポイント必要となります。貯蔵庫、ラボのスイッチ妨害、貯蔵庫もしくはラボを開けるためのスイッチを押すときに妨害を選択することにより1分間そのスイッチを使用不可にできます。この行動によりトレータークレジットの消費はなく、何回でも行うことができます。ただし容疑者がかなり絞られてしまうため妨害をするときは気をつけましょう。毒薬、毒入りの食べ物を調理したりコンソールの罠に使用できます。コンソールというのは貯蔵庫を開けるためのボタンや発電機のボタンのことを指します。毒入りの食べ物を食べたプレイヤーはダメージを受け、しばらくの間オートによるスタンを頻繁に引き起こす毒状態になります。毒が仕掛けられたコンソールを使用したプレイヤーも同様の状態になります。ゲーム開始後のトレーターの動きについて説明いたします。まず最初にトランシーバーで話し合います。離脱して動き回る離脱、あるいはサバイバーに紛れ込む潜伏の2種類があります。基本的には1人が離脱、1人が潜伏という形が多いです。2人とも離脱する場合や2人とも潜伏するパターンもあります。離脱して動き回る離脱を選んだトレーターは鉄筋武器、キャンプファイヤー2個、応急キット1個を作ったらすぐに離脱してトレーターボックスをどんどん開けましょう。ステータスを強化して戦闘に備えましょう。ブリザードはキャンプファイヤー2個あればしのぐことができます。サバイバーに紛れ込む潜伏を選んだトレーターは接近武器を作って探索班に紛れます。貯蔵庫で修理素材を見つけたらこっそり持っておいて、なかったなどの偽の報告をして修理を遅延させましょう。余裕があればキャビン内のチェストの中、あるいはキャビンの前に置いてある修理素材、修理素材を作るための素材をこっそり盗みましょう。万が一バレても逃げれば大丈夫です。第二修理目標を発見後、タイミングを見て離脱しましょう。離脱したらトレーターボックスを開け、トレータークレジットを6ポイント集め、発電機を破壊しましょう。この時、離脱して動き回る離脱を選んだトレーターはできる限り第二修理目標の近くに地雷やトラバサミ、毒を仕掛け、戦いに備えましょう。第二修理地点でサバイバーが修理を始めたら、ちょっかいを出して遅延させましょう。この時、死なないことが重要なので、無理にキルを狙わず、撃ったら逃げる、撃ったら逃げるを繰り返しましょう。サバイバーに紛れ込むを選んだトレーターは、可能であれば発電機を破壊後、第二修理地点で相方と合流し戦いを仕掛けましょう。この際にも死なないように注意しましょう。救助要請が行われる前に、修理後の発電機や修理後の第二目標を破壊しましょう。1ゲーム中3回までしか破壊行動は行えません。救助要請が呼ばれてしまったら、施設を破壊しても脱出の妨げにはならないので注意しましょう。第二修理目標が修理され、
救助要請が呼ばれてしまったら、大急ぎで脱出地点に向かい、相方と合流し、サバイバーを食い止めましょう。一匹たりとも逃してはなりません。トレーターで一人行動をしているときは、ヒットアンドアウェイを心がけましょう。この際に絶対に死なないようにしましょう。基本的にキルを狙うときは、相方がそばにいるときのみです。また、サバイバーに物を投げ、当てられると、その場で足止めを食らうことになります。トレーターボックスを開けている最中や、ハッチな行動中に物を投げられてしまうと、キャンセルが入るので注意しましょう。基本的には倒した人の皮を被って行動するのが良いでしょう。ただし、皮を被ることにより、追放行動が無効になるということはありません。以上がトレーターの説明になります。具体的な流れに関しては、画面に表示してある動画をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。